はい、ということで続きやっていこう。月の国、これでいよいよラストかな。クッパと対決してピーチを取り戻そう、そしてティアラちゃんも取り戻そうといったところかな。オデッセイ号、おお、傷も治ってるね。ちょっとなんか微妙に傷が残ってるけど、おーおー、これは清掃か。なるほど、キャッピー本来の姿に近い格好になったわけだな。おお、そうなんだよね。実はさ、このせっかく最終決戦行くんだったら、それなりにマリオも清掃で行った方がいいかなって言って、それならアミーボ買ってきてからの方がいいかなってちょっと悩んだんだけど、この格好で行ってくれるの、もしかして。おー、それだと話は早いぞ。おー、すごいな、38万キロなんてあっという間やで。月の国、ハニークレーター。はぁ。おー、この格好で冒険できる。いいね、特殊仕様かな？決戦クッパのムーンウェディング。おお、すごいね、教会か。月の国に教会があってと、ビシッと決まったじゃない、似合ってるよ。二人はあそこだ、いつごう。なるほど。いいぞ、いいぞ。わあ、これが月の砂ってやつか。あ、おお、すごい重力が。おお、なるほど。なんかえらい飛ぶなぁと一瞬さ、石が飛んだ時に思ったけど、ああ、なるほど、重力が弱いもんなぁと思ったら、本当に、おお、これ計算上も実は、ある程度合わせてあったりすんのかな。なるほど。これ高いところにあっても、ジャンプで届くよと。おお、幅飛びのジャンプ力が、えげつないことになってる。おお、いいぞ。いやほー、いやほー。うわぁ、そしてお前。俺は覚えてるぞ。お前はいつぞやの時に、すごく、痛い。そう、海の国で痛み合わされたあのタコの親戚かなんかだろう。その説は本当にお世話になったな。いやほー。本当には苦労したんだよな。行くぞー、これは、ヒップドロップでいいだろ。よいしょー。いや、でも後々動画を見直したけど、あの海の国のタコは、頭冷やした後はキャプチャーすればよかったんじゃないのかなと思い直して、リベンジしたいなというふうにどっかで思ってるんだけど。でもなぁ、一回倒すと、再挑戦しづらそうだから、どうしたもんかなとちょっと、思ってるんだよね。まあ、機会があれば、試してみたいかな。よいしょ。さてと、フラッグを取って。どうだろう、もうこのまま、教会目指しちゃって大丈夫かな。お？あ、そうか、クッパ。こっからジャンプしてないか、もしかして。マリオよりジャンプ力高くない？いや、でもあの体の大きさだからな。そういうの関係なしに飛んでるんだろうな。よいしょ。さあ、奥田くん。よいしょ。よいしょ。届かない。あ、これか。これで。よいしょ。これで。行くぜ。食らいなさい。よいしょ。ドリルアタックだぜ。スイッとね。よしよし。では、タコの恨みも晴らしたところで。さっそく行こうかな。ん？君は？キノピオ探検隊。怪しい穴があります。は？この、え？このブロックっていろんなところにあったやつだよね。月から来てたのか？うわぁ、え？滑ってるー。普通に中入れる建物じゃないのか、これ。音楽くっそかっこいいんだけど。え？月の地下ってこんなになってんの？すごいな。ここは体が重いね。ほんとだ。重力が普通になっている。あれれ。しかし、これ、なんか頭についてるの気になるな。届く？
取れないな。ああ。マジか、本当にピシャピシャできるのか。できるかなと思ってたら、本当に。おお。これいいな。よいしょ。で、アパワームーンももらっていくよ。よいしょ。さて、せっかくだから。いや、ちょっと、今日の一枚行こうぜ。あれ？うわ、マジか。一回しかできないのか。うわー、レアリティの高いキャプチャーだぜ。この下は？カロンみたいなのがいるけど、自ら巻き込まれる場所ではないか。ん？違うか。そういうことね。ここを通れば安全に行けるってことだね。よいしょ。わ、あー。カロンもおめかししちゃってよ。あ、そういうことか。ぴょんぴょん。おー。カロンさん、あなた飛べるのね。あ、でもカロンだから、炎にぶつかっちゃダメってことね。なるほど。わかったぞ。よいしょ。で、今日の一枚はこっちにしよっかな。ん？まあ、いっか。はい。カロンね、結構好きなんだよね。スーパーマリオ、なんだっけね、スーパーマリオベースボールだったかな？っていう野球のゲームがあってね、そこにブラッディ・カロンをプレイヤーとして使えるっていう要素があって、すごいお気に入りで使ってたなって。そんなのがありますね。まあ、それはさておき、今日の一枚は？こちら。月の国の地下で、カロンとツーショット。では飛んでいくぞ。よし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 。おー！弾幕切れか。これで、弾が撃てれば完璧だったな。よいしょー。あれ、登れない？あ、登れた。よし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 。でもこれカロンのままで結構いけるんじゃないか？よし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 。お、そういうことね。ちょっと待って、カロンさん、しつこいです。いや、いいんですけど。あ、痛い。ちょっと待って。俺は私の清掃が汚れてしまうじゃないか。ビーン。おー、今までのキャプチャもしっかりと使いこなしていくね。これなんだ？あ、動き出すってやつか。さあ、今度は本家本元ハンマーブロス。フライパンブロスじゃないぞ。ぴょんぴょん。こいつ地味に二段ジャンプできるからな。結構重宝するよね。わちゃ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 。わちゃ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 では次行こうか。おお、今度はあれか。懐かしいな。失われた国だったっけ。でもこれでどうするんだ。ニョーン。よいしょ。あ、そういうことか。反対側に回り込めってことだね。おお、コンペイントを取ってよし。じゃあ、これで、乗り切ったかな。悪いな。これも、定めなんだ。悲しいな。消えていってしまったか。さあ、これは脇から炎が吹き出してきたり。うわ、ちょ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 、ええー、油断を誘ったね、君。さあ、そして巨大キラーだぜ。おお、やっぱでかいものになって暴れまくって楽しいよな。よいしょよいしょ。これ柱にぶつかっちゃダメかな。行くぞーい。いやーほー。ほらー。おお、爽快なんだけど、爽快なんだけど、ちょっと、あれ？足らないです。足らないです。やっぱ時間制限あるのね。まあさすがにこれでずっと無限に飛べたらな。キラー君、その燃料どっから補給してるのってなるからな。よいしょ。しかし下を向いていたらまさか前からキラー飛んでくるとはな、思わなかったぜ。くらえー。おお、ちっちゃいキラーは跳ね返せるんだね。よいしょ。あ、待って待って、あれ、ちょっと待って。ああ、ダメか。途中で補給したいなと思ったんだけど、どっか落ち着いたところじゃないと
再キャプチャーできないってことかな。なんか空中で華麗に離脱してそのままキャプチャーしたったぜみたいなやりたかったんだけど、それは無理っぽいですね。まずは行けるところまでスマートに行ってみるというのも手かもしれないね。よいしょ、ここまで行けばいいのかな。オッケー、モアイ君じゃないか。君もいるの？完全に連れてこられたパターンでしょこれ。間違えた。サングラスかけて、ちょっと待って、これ消える消える消える。本当に消えてるじゃないか。あれれれれ、ではむしろこれモアイ君を無視してしまうという手もありなんじゃないか。これでこういけばコンペイトを取って、あれこっちだったっけ。あ、よかったよかった。おお、なるほどね。最悪モアイ君を使わないという手もありなわけだ。まあ最悪な。あれ、ローカルコインを取ってから戻るぐらいの感覚じゃないときついだろうし。おお、ブルにもなれるの。おお、あ、これ他の国でもできたのかな、もしかして。おーらららら、おお、なるほど。ブルといえばタックルだもんね。おやー、いいぜいいぜ。これどっかに絶対なんかあるでしょ。あるでしょ。なさそうですね。ドーン。なるほど。この岩を、ブル君だったら、タックルしてやっていけるってわけだね。くらえー。おら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 。ドーン。さすがにジャンプはできないと。しかしこの岩何なんだ。あ、でもなんか、世界の各地に散らばってたあれによく似てるな。ん？これもしかしてタックルでいけば。おお、なるほど。タックルすればちょうどいい歩幅でいけるってやつだね。よし、では一旦止めてから落ち着いてまっすぐ行くよ。行くぞー。おら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 。おお、いいね。最後のステージでこう気持ちよくさせてくれるっていうのはなかなかないからな。しかも今までの集大成感もあると。お前もいんの？さすがにそこは集大成感出さなくてもよかったんじゃ。ああ、顔のあざは治りましたか？ここここ、覚えてるかい？滝の国ではいろいろ世話になったね。ブルードルズの分も。ちなみにどういうご関係なんですか？パップしたワンワンちゃんの餌になっちまいな。よく似てらっしゃるけど、お母様か何かですか？わらららら、あーむ。これあんまりご粒子しない方がいいな。よいしょ。よし、これはやってくるの覚えてるぞ。ビョン。だから帽子は一個ずつ確実に取っていくというような感じでいいのかな。うわあ。あれれー。よいしょ。あ、やめて。うん、お腹が。なるほど、お腹じゃダメなんだな、あれは。どっちにしろ。よいしょ。これで。行くぜ。避けて避けて。できればハート出してほしいな。ハートハート出して。ダメか。じゃあもうノーダメで行くしかないか。やめて。おお、恐ろしい。よいしょよいしょよいしょ。あ、やめて。うわー、これ避けられなかった。くっそー。あれ、これ結構戻されるパターン。結構戻ったな。あ、じゃあさっきのところまで戻ろっかな。はい、戻ってきました。やっぱりね、一回勝った相手だからって甘えてみちゃダメなんだな。このようにね。あ、てかこの BGM ワンワンの鳴き声入ってるんだ。へえ、凝ってるね。よし、じゃあ今度こそなんとかするよ。避ける。そして戻ってきたらこのアタックの後にのスキルをつく。そして無理して1回で帽子を全部張り取ろうとしない。やめて、危ない。そう、こういう風に焦ってしまうからね。
避ける。避けて、今回は2回でしょ。で、離す。オッケー。でも、この帽子を剥ぎ取るのところだけ失敗しなければね、相変わらず簡単操作でいけるというところだも魅力的なわけだし、ガンガンやっていこうぜ。でも意外と帽子の飛距離がな、届かないのが悩ましかったりするよね。よいしょ、 OK、 避けろ。せっかくだからちょっと1枚撮っておきたいな。ゴールドワンワンにキャプチャーして写真撮れるのってあんまないでしょ。てかめっちゃ怒ってんなこれ。おー、迫力あるな。なんかちょっとフィルターかけたら面白そうだけど。魚眼とか、うわぁ。ちょっとこれは、扱いこなすのが難しい。あー、これいいな。おー、これ良くない？すっごい迫力あるよ。おー。おー、これいいんじゃない？じゃあ今日の一枚で。今日の一枚は、こちら。おー。なかなか、彫りの深い顔をしてらっしゃるし、似合うと思うよ。こんな、戦闘中に、何やってんだって感じだけど。オッケー。まあ、一回やられたしね。ちょっとこれぐらいは見逃しておくれ。ダーン。さあ、この調子でいったらブルーダルズとも再戦しそうな勢いだな。いや、でも各ステージボスとの再戦とかはありそうだな。意外とないかな。もうここでクッパ到着とかでもありそうではある。気になるね。ん？お、これ着いたか？教会前。おー、来たね。さあ、そしてまた再び無重力。よいしょ。おー、これはあれですか？ちょっと包んで結婚式に持っていく用のお金ですか？永遠の丘に来たね。よーし。じゃあ一旦ここで切ろうかな。なんか、さっきのところで、ね、いろいろ下った後すぐで切るっていうのも変な感じだけど、この先はさすがにボス戦行くと思うんだよね。だからちょっと、ゆったり時間を取れるタイミングで切っておきたいな。ということで、もしかしたら次回最終回になるかもだね。おー。いやー楽しみだな。てか、そうか。あれなんだな。背景に宇宙と太陽しか見えないんだな。ここ月だもんで。おー。ここまで来たか。って感じですね。よし。では一旦区切ります。ありがとうございました。